はい、こんにちは。始まりました、フォトグリッシュの岡崎です。今日はアナデアルマスのインタビューの英語を解説していきたいと思います。で、まずはノーヒントで聞いてみて、その後に解説をつけています。それでは早速聞いてみましょう。I want to ask you, you're from Cuba, is that correct? Yeah. And do you start acting there? I did. I went to drama school when I was 14. That was like 4 years of theater school. Yeah. And when I was on my second year, I did my first movie. I auditioned for it and I got it. And the teachers were not very happy. I want to ask you, you're from Cuba, is that correct? Yeah. Want to はつながって I wanna という感じになります。I wanna ask you と言っているのは、あなたにこうやって尋ねたいんです。で、You from Cuba と言っていますね。で、キューバ出身なのというふうに聞いています。で、Is that correct と言っているのは、それって正しいですかっていうふうに言っているんですね。And do you start acting there?こちらの And did you start acting there? というふうに聞いているんですが、この And did you? というふうになる And が短くなりますね。で、And という感じになります。で、そのまま And you? っていう感じでつながっていきます。で、この Did もちょっと気をつけておきたいんですが、後ろの D の音がちょっと聞きにくくなる時があります。Did you? っていう感じで発音されますね。And did you start acting there? というふうに聞いています。で、そのキューバでアクティングを始めたんですかと聞いていますね。演技を始めたんですかっていうふうに聞いています。I did. I did はそう始めたんですっていう感じで大丈夫ですね。I went to drama school when I was 14. で、I went to drama school と言っています。で、このドラマスクールというのは演技を学ぶ学校のことですね。That was like 4 years of theater school. Theater school と言っているのもドラマスクールと同じような感じですね。演技を学ぶ学校のことになります。Yeah. And when I was on my second year, I did my first movie. こちらは比較的聞き取りやすいですね。で、その2年目の時に初めて映画に出たと言っています。 I auditioned for it and I got it and... で、 I auditioned for it で4が若干弱いですが、まだ聞き取れる範囲だと思います。で、 And I got it と言っているので、それを得たというふうに言っているんですね。役を得たということで got it と言っています。The teachers were not very happy. And the teachers were not very happy と言っています。で、この和が若干弱いですが、こちらはまだ聞き取れるかなと思いますね。で、先生たちが喜んでなかったと言ってるんですね。And they told me if I did the movie, was gonna get kicked out of school. Of acting school? Yeah, because you're like, wait, this is kind of the goal, right? Movie, like... You're not going to school, so. I understand. Yeah, but. I still did it though.So. That's right, yeah, look at you now, come on, yeah, exactly right. So they made me repeat the year. Oh really? It did? It was worth it. And they told me if I did the movie, I was gonna get kicked out of school. 先生たちは私にこう言いましたって言ってるんですね。で、If I did the movie, I was gonna get kicked out of school と言っています。で、この I was gonna のところは、going to がつながった音になります。gonna というふうに読まれますね。で、その後ろの get がちょっと聞きにくかったと思います。get って聞こえますよね。で、単語の最後の t や d の音は脱落して発音されなくなることがよくあります。で、get kicked out of school ですね。で、キックアウトオブというのは、まあ、蹴り出されるイメージで考えればいいでしょう。で、この学校から退学になるということですね。Of acting school?で、その話を聞いて驚いてるので Of acting school というふうに表現しているんですね。で、この Out of school というのを Of を取って Of acting school っていうふうに言っています。で、 Of はもともとこうある部分からこう取り出す感じのイメージがあるので、スクールからこう蹴り出されて、追い出されて退学するという感じになるんですね。で、その acting school なのに映画に出て辞めさせられるっていうのにびっくりしていますね。Yeah, because you know. Wait, this is kind of the goal, right? で、なぜならっていうふうに話そうとしてて、まあ、you know というふうに言っているんですが、いや、ちょっと待てよっていう感じで、司会の人が突っ込んでいるんですね。で、this is kind of goal と言っているのは、そのアクティングスクールに行くゴール、目的じゃないの？それが映画に出るのが目的じゃないの？っていうふうに言っているんですね。ここは発言がちょっと重なっているのでかなり聞きにくかったと思うんですが、 If you do a movie, you're not going to school と言っています。なんで映画に出てしまったら学校行けなくなるでしょっていうふうに言ってるんですね。So, I understand, yeah, but
で、so と言っているのは、まあ、だからっていうふうに言っています。でそれに対して I understand なんで分かったっていうふうに言っていますね。I still did it though. で、I still did it though と言っているのがかっこいいですね。で、この still はまだというイメージが強いと思うんですが、それでもっていう意味で使うことがあります。で、最後の though というのは副詞で何なんだけどねっていう意味があります。で、一応こう though SV SV といった感じで接続詞の though がおなじみだと思うんですが、何なんだけれどもという意味ですね。で、その接続詞の意味以外に副詞で使われて、だいたいこう文の最後に though とつけて、なんなんなんだけどねっていう風に、使うのでちょっと注意しておきましょう。なんで訳すと、それでも映画に出たんだけどねっていう風に言っていますね。学校を辞めさせられとしても映画に出てやったんだけどねみたいな感じです。 That's right, yeah, look at you now, come on, yeah, exactly right.That's right というのはそうだねっていう風に言って、 Look at you now というのはほらあなたを見てよっていうのが直訳なんですが、ほらこんなにあなたは素晴らしいじゃないっていう感じで言っていますね。So they made me repeat the year. こちらは made me のところの D の音がちょっと落ちて made me という感じで発音されていますね。で、 make を V とすると使役動詞の make になって、人に V させる、若干無理やりですね。で、無理やり V させるという感じになるので、先生たちは私に repeat the yearやらさせましたっていう風に言っています。なのでもう一回その年をやらせた、つまりまあ留年させたってことですね。Oh, really? It did. で、それを聞いて、あ、本当にっていう風に司会の方は言っています。 It was worth it. で、この最初の it がすごい聞きにくかったと思うんですが、ちゃんと発音していますね。 It was worth it と言っています。で、この worth 何々というのは何々する価値があるという風な意味なので、まあ、その留年する価値はあったっていう風に言っているんですね。はい、これで今回は終了です。で、このインタビュー動画の続きの解説も作っていきたいと思うので、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントなどをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。I want to ask you, you're from Cuba, is that correct? Yeah. And do you start acting there? I did. I went to drama school when I was 14. That was like 4 years of...theater school. Yeah. And when I was on my second year, I did my first movie. I auditioned for it and I got it. And the teachers were not very happy. And they told me if I did the movie, I was going to get kicked out of school. Of acting school? Yeah. Because, you you're know, like, wait, this is kind well, of the goal, if you do a right? Movie, like... You're not going to school. So I understand. Yeah. But I still did it, though. So that's right. Yeah. Look at you now. Come on. Yeah, exactly right.So they made me repeat the year. Oh, really? It did. It was worth it.